フマ IA50 グアラニ21966年のパリ航空省での IA50 グアラニ2フマ IA50 グアラニ2はアルゼンチンのディンフェアで1960年代初めに開発された汎用機である。グアラニアイという名で知られる創発の小型輸送機がディンフェア IA35 アッケーロから開発され、1962年2月6日に初飛行を行った。 この機種の設計は、枠系路を洗練したものであり、構造の20%を踏襲し、全金属製の主翼を有していた。グアラニアイはさらに開発が進められ、高体格をつけられた、短垂直尾翼と短くされた、後部胴体を持つグアラニ2となった。また、エンジンは、より高出力のチュルボメカバスタンビア、ターボプロップエンジンを装備していた。胴体は、 四角断面のセミモノコック構造で直線翼の主翼と交代角を持つ垂直尾翼を備えていた。試作機は1963年4月26日に初飛行を行った。1965年6月にグアラニツーの試作機がフランス・ルブルジェで開催されたパリ航空ショーに展示され、その後評価試験を受けるためにイストルにあるセブに運ばれた。 そこで合計200時間の試験を受けた後、1966年2月にアルゼンチンのフマまで自力で帰り、大西洋を横断したラテンアメリカで製造された最初の航空機となった。最後まで飛行していた機体は、エントレリオス州パラナの第2航空旅団で2006年に退役し、現在はマロン基地にあるアルゼンチン空軍の博物館に保管されている。 ジェーンズ・オール・ザー・アールズ・ウェアクラフト1965から66ありがとうございます。